約2メートルもの長い翼でゆったりと飛びながら開けた地上で獲物を仕留める山岳地帯で食物連鎖の頂点に立つ大型猛禽類のイヌワシ国天然記念物だが日本の個体数は400から650羽とされ絶滅の危機に瀕している生息環境の中で重要な要素の一つは ヒナを育てるための地で上昇気流が発生する切り立った岩棚に巣を設けることが多いようだ八幡町現酒田市の鳥海山南麓では1998年岩棚に作られた犬ヌの巣が豪雨で落ち人手をかけて縁走地を補修したこともある来月に開館20周年を迎える 環境省毛菌類保護センター酒田市によると鳥海山南麓で生息が確認されているイヌワシのつがいは1組修復された縁装地で2012年に幼鳥が巣立った後、13年以降は別の巣で産卵と孵化が確認されているものの巣立ちには至っていない。 国内で繁殖率が低下している要因として狩りに適した草原や低木地が減って餌不足に陥っているためだとの指摘があり鳥海山では杉林をば伐して餌となるノウサギを増やそうとの試みが進行中だこうした生息環境の改善が犬ヌワシの繁殖へとつながるよう期待したい。